10月10日は、グレゴリオ歴で年始から283日目にあたり、年末まで、あと82日ある。カルバラーの戦いにおける、ヤズイード軍団とフセイン軍団の位置。トゥール・ポワティエ間の戦い。カール・マルテルが、ウマイヤ・長軍を尻ぞける、侵害革命の発端となった武将機技。総督府を砲撃する、新軍砲兵第18回夏季オリンピックが、東京で、 開催最後の日本時、禁止すイギリスの科学者、ヘンリー・キャベンディッシュ誕生。水素を発見し、水を化合物と示した、作曲家、ジュゼッペ・ベルディ誕生。オペラ、アイーダより、オーアが故郷を聞く福井藩主、松平春学誕生。幕末期の幕政に参与国際連盟にて、初代難民高等弁務官を務めたフリチョフ、南戦誕生。右は、 戦争難民に発行した、南戦パスポート第94代内閣、総理大臣官直人誕生、ニコポン最小、桂太郎没風刺画カジョルジュビ号没。明治日本の風刺画を数多く描いた、彫刻家、高村幸運没陶芸家、板谷波山没オソンウェルズユルブリンラー同年、同日に死去した名優。ネレトバの戦いで共演日本記念日協会によると、 同協会の認定した記念日が一年の中で最も多い日となっている。ありがとうございます。